こんにちは、ブーライボです。先ほど2週間に3回のペースで行っている、買い物に行ってきました。気休めかな、ちょっとわかんないですけど、これ買ってみました。特茶、体脂肪を減らすのを助ける。ほんまかいなって感じですね。あ、腹減った。お腹が減って、もうちょっと限界。これ食べます。ちょっと小休止。これ食べた後はまた頑張ります。空腹に耐えられないのでカップラーメン食べます。夜の9時45分になろうとしています。今日は正午にフライドチキンを食べて、午後4時半過ぎにカップヌードルを食べました。さすがにこれだけじゃちょっと足りないので、全然足りないですね。これから夕食を食べようと思います。夕食です。ご飯に豆腐に卵焼き、らっきょうと春雨サラダ、以上です。美味しそう。おはようございます。猫のトイレの掃除をして散歩に行こうと思います。はい、散歩中です。ジョギングはダメですね、やっぱり歩こう。海まで散歩に来ました。風が強くないので気持ちがいいです。体重が軽ければこのぐらいの高さ簡単に飛び降りちゃうんですけど、ちょっと今の体重で無理ですね。なんか足痛めそう。残念ながら曇りですけど、今日は風も弱くて気持ちがいいです。腹減った。なんかフラフラしてきたな。ゆっくり歩いて帰ります。日本国内で YouTube にアップロードするつもりの動画を撮るときはとても気を使います。理由はですね、他の人の顔や車のナンバープレートを映さないようにしないとまずいかなって思ってます。海外だったらほとんどというか、もう全く気にしないんですけどね。別に顔は映るぐらいと思う人が多いみたいです。なんかちょっとやっぱり日本人厳しいですね、いろんな面で。まあまあ、私完全な日本人なんで、あまり自分の国の批判をする気はないですけど、ちょっとそんな気がします。あ、この桜はピンクで綺麗だな。やっぱり桜は白よりピンクですね。はい、午後になりました。散歩から戻りました。朝食べてません。今日は昼も抜こうと思っています。マイレージカードってあるじゃないですか。その飛行機に乗ったら貯まる、あれ延長されてたんですけど、海外に行けるほど、行けるほどっていうか、海外と往復できるほどマイレージ貯まってたんですけど、その延長されてたのもついに期限切れでパーになりそうです。もったいね。はい、午後3時20分を参りました。少し前に体重を測ってみたんですけど、全然減ってません。73キロ台のままです。これちょっと思い切ったことしないとダメですね。そこで今日、今朝から何も食べてないんですけど、夜このちくわだけを食べて今日の食事とします。他食べません。これヨーグルトを毎日体にいいかなと思って、その乳酸菌飲料飲んでるんですけど、今日はこれも飲みません。これ甘いんですよね。本当にこれだけ
が一日の食事です。頑張ります。おはようございます。腹減った、散歩してきました。ついでに買い物してきました。ですね、なかなか体重減りませんので、白米を食べるのをちょっと控えようと思います。なるべくそのご飯食べないようにして、どうしても食べたくなったらこの玄米ご飯を食べるつもりです。あ、午後1時、18、7分です。先ほど体重を測ったら72キロ台になりました。引き続き頑張ります。おはようございます。昨日は72キロ台を見られて嬉しいです。早朝散歩から帰ってきました。今日は汗をかくほど散歩してきました。今日の朝昼兼用はこの、ウインナーソーセージシャウエッセンというのを食べようと思います。1時ぐらい食べようと思います。ダイエット中に糖分は控えた方がいいですね。糖分飲み物はウーロン茶以外はこのブラックのコーヒーと青汁、野菜ジュースだけにしようと思います。水道の水も飲むかな。はい、これを食べます。はい、体重測定をしようと思います。シリーズ3回目、の最後です。72.5 キロ。引き続き頑張ります。次は、71キロぐらいにしたいなと思います。